加藤智三郎内閣は、海軍大将の加藤智三郎が、第21代内閣総理大臣に任命され、1922年6月12日から1923年9月2日まで、続いた日本の内閣である。1923年8月24日、加藤が首相在任のまま死去し、外相の内田光斎が首相を臨時兼任して、 同年9月2日まで事務を取り扱った。なお、薩長出身でない軍人が首相を務めたのは、広島藩出身の加藤智三郎が最初である。加藤智三郎内閣1922年6月12日、任命。在職日数440日。内田内閣総理大臣臨時兼任1923年8月24日、任命。 在職日数10日。1922年6月12日任命。内閣発足当初。高橋内閣の総辞職後、元老会議は立憲政友会の内紛を理由に、高橋以外の人選を進め、加藤を公認として推挙したが、現役海軍大将である加藤は、衆議院における政治基盤の無差を理由に、これを辞退する。一方、 声優会では、高橋惚歴予想祭、岡崎国助、山本定次郎の、両総務、横田千之介幹事長が会談を開き、加藤自体の場合には、候補者不足のために、県政会の加藤公明が推挙されることが予想された、ことから、加藤友三郎に対しては、党員入閣でも、好意的局外中立でも無条件を持って、内閣組織を援助する意向を伝え、 一方、言論会議で発言力のある、松方正義に対しては、常並武次郎を派遣して、加藤孔明への対面降下反対の意向を申し出た。このためにようやく、加藤友も組閣を決断した。海軍大臣を兼務した、加藤の主導で軍縮が行われ、ワシントン海軍軍縮条約に従って、主力艦14隻を廃止、一部を航空母艦に改造した。 このため、陸軍も軍縮に踏み切らざるを得なくなり、ここ手段の削減とシベリア出兵の中止を決めた。ただし、浮いた予算は装備の近代化と国際召喚などに充てられた。また、水野連太郎内務大臣を委員長とする衆議院選挙法委員会を立ち上げて、その答申をもとに1923年2月に普通選挙法案を提案するが、 与党声優会の反対で否決された。その一方で、賠償法を成立させた。1923年8月24日、持病を理由に、しばらく自宅で静養していた、加藤総理がそのまま死去。大腸がんの悪化によるものだった。翌25日に、加藤智三郎内閣は、総辞職、次の内閣が発足するまでの間は、外務大臣の内田高裁が、 総理大臣を臨時兼任して関連事務を取り扱った。後継内閣総理大臣を選定中の同年9月1日、関東大震災が帝都一円を襲ったのはまさにこの内閣不在の最中のことだった。ありがとうございます。